四万川と温泉地四万温泉は日本の群馬県東郡中野城町四万に所在する温泉である。三国山脈に発して南進する四万川の上流域に位置する。名前は四万の病を癒す冷泉に由来するとの説があり、鎌倉時代から知られている。古代に開け有されたと伝えられている。 湯宿は、A66 年に初めて設けられた。宮城県のガガ温泉、大分県の湯平温泉と共に、胃腸病に効く、日本三大胃腸病の名刀と呼ばれてきた。神戸カルタでも、世の地理洗う四万温泉と謳われている。また、四万温泉は、古くから、草津の仕上げ湯と呼ばれてきた。これは、共産性の草津の湯で湯治をした後、保湿。 美肌効果のある塩化物、硫酸塩泉である四万温泉に滞在するのが定番になっていたことに由来する。1954年には、スカユ、日光湯本温泉と共に国民保養温泉地の第一号に指定されている。平家湯伝説は二つあるが、いずれも、関武天皇治政後半の延暦年間に属する。湯宿は A64 年に初めて設けられた。 真田正幸は、戦乱で荒廃した道路や橋を復旧し、田村彦左衛門を湯守に任命して、当氏場を整備した。その後、徐々に温泉街が形成されていった。現存最古の湯宿である、関前館は、元禄四年に開業している。江戸時代後期にさびれてしまったが、1889年に、県道が開通すると、 人力車や馬車が通るようになって、入浴客が増加し、4万温泉は、当時場として、賑わうようになった。その後は、時代が変遷するにつれて、半時水、超湯流の当時客は減少し、短期宿泊型の観光客が多くなっていった。それでも、群馬県の代表的な温泉の中で最後まで、大勢の半時水の当時客を受け入れ続けたのは4万。 温泉であった。古代中世近世明治、大正時代昭和時代、平成時代四万温泉街、あるいは四万温泉郷と呼ばれる。四万温泉は、新潟、群馬県境に広がる三国山脈に発して南へ、流れる四万川に沿って、山合いの谷に、南北およそ4キロメートルにわたって分布しており、温泉街が点在している。温泉街は、 四番線上流から順に、日向たみ、ゆずり葉、荒湯、山口、温泉口という五つの地区で構成されており、地区ごとに風情が異なる。落合通り塩の湯引線所町へ、山口川尾との足湯軽運橋の近房にある、あらゆ横町広場あたりで、群馬県道二百三十九号四万温泉線は、東へ直角に曲がって進むが、この通りを、落合通りと言い,い、 落合通り商店街が営まれている。この商店街には民芸店のほか、スマートボールやパチンコで遊べて有名人のサインだらけの店として知られる柳屋遊戯場や昔ながらの佇まいの飲食店などが立ち並び、昭和レトロの風情を醸し出している。寸市で入浴可能な共同浴場が3軒存在する。他にも、朝栄の日帰り入浴施設、 4万清流の湯一軒が山口地区にある。河原の湯は4万温泉街のほぼ中心部にある。上の湯は温泉号入り口付近に存在し、近くに山口露天風呂も存在していたが、現在は足湯に変更されて公開されている。4番線ダム近くに日帰り入浴施設4万古式の湯があったが、2018年3月31日付で閉鎖された。 陰線所も3カ所存在する。4番線ダムの周辺地域とダム湖に至る今の4番線最上流域、及びこの地域の低所で4万川から枝分かれして、北の山中へ伸びている支流、日向見川の下流域とで形成されている地域。大日本帝国陸地測量部の1915年の地図などではこの地域は4万と区別されており、 昔からのこの地域の温泉の総称として、日向温泉があった。この名称は、現在も用いられる場合がある。その昔は、越後国、新潟県側の三坂峠へ抜ける木の根峠、木根峠、木根宿峠の峠道が、稲包山の尾根に沿って北へ長く伸びており、険しい道筋には、宿場も湯場もあった。この道は今は登山ルートになっている。 江戸時代前期の寛永8年には4万温泉の平家湯伝説の地とされる源泉がある。ゴム草の湯の湯,の湯場と湯小屋は2006年1月に改築された。湯船は黒三影石をくり抜いたものに、湯小屋の建築様式は珍しい湯屋作りに改められた。日向山上皇寺日向建築の古刹であったが、明治時代初頭の廃物希釈で廃寺となり、 登術する日向見薬師堂と、岡子堂だけが残された。戦国時代以前は、現在の中野城町大和降りた城ざ上寺に、所在したという。帝密寺が、廃寺になった後、日向見薬師堂は総本寺の所属となった。日向見薬師堂日光見温泉にひっそりと立つ、かやぶき屋根の薬師堂。一説には、永遠年間に、薄井貞光が創建したという。 旧特別保護建造物で、1950年8月29日の文化財保護法施行以降は、国の重要文化財。入り口には、温泉が湧き出す一種があり、四万温泉発祥の地、ともされている。片見間、与柱造りの全州様建築で、慶長三年に、伊勢国山田のカのメ家が、 沼田城主、真田信之の武運長級を祈願して日向山ただし、三寺の薬師堂として建築したもの。祀られる薬師瑠璃公如来は、薬師如来、湯の前薬師として今も、当時客の信仰を集める。なお、薬師堂の前には、当時客が、如来に願掛けするための加護堂も現存する。こちらは、慶長19年に建てられた。初代。 田村神五郎が四万村山口にて四万温泉の湯宿を初めて設けた後、ややあって、分家した孫の田村彦左衛門は四万村荒湯に移り住み、この地でも湯宿を開業した。これが荒湯における温泉業の始まりである。CF1565、田村彦左衛門。石前館荒湯地区にある老舗旅館、石前館は、 上野国東郡四万村の名主を務めていた三代目、関全米が、現在の場所に、湯葉と湯宿を作った、元禄四年をもって、創業年としている。湯宿の方は現存する本館の建物であり、ただし、現在の三階建てと違って、当初は二階建てであった。その三年後の元禄七年には、旗子宿として開業している。 関禅官の主人を務める関屋当主は、明跡関前兵を代々襲名しており、現在の当主は19代目である。明治時代になって、屋号が現在の関禅官に改められている。これは15代目当主が、関吉と、駅郷に由来する、古事聖護、関禅の家には、余計ありを掛け合わせて、館を添えた命名である。 1897年、1898年頃には、本館の3階が増築された。1930年に作られた、元禄の湯は、中野城町の文化財に指定されている。1986年には余末帝が増築され、現在の佇まいが完成している。石前館本館と慶雲橋石前館本館の、向井真の佇まいは、 赤い欄干の軽雲鏡ともども、アニメ映画、千と千尋の神隠しの主要舞台である、油屋及び朱塗りの橋を彷彿とさせる。向井真は、アニメと、同じく従業員宿舎として使用されている。石前館の本館の多くの部分は現存する、日本最古の湯宿建築であり、石前館本館の名称で、群馬県の重要文化財に指定されている。 石前館の建物の内前進と廊下橋は中野城町の文化財になっている。また、山荘は昭和の名工の主義を後世に伝える桃山様式の優れた建築であり、国の登録有形文化財に登録されている。本館と本館の前を流れる荒湯川にかかり、種塗りの欄干が目にも鮮やかな、慶雲橋は数々の映画のロケ地やモデルになってきた。 右の画像を参照。スタジオジブリの新作アニメ映画、千と千尋の神隠しの2001年公開が発表されると主要舞台として描かれている湯や油屋のモデルになったのではないかという噂が日本各地の温泉地などで立ち上がった。四万温泉もその一例で赤前館本館と慶雲橋がそうではないかという噂が 口コミやファンのブログを通じて広まった。とりわけ、本館の向井晋は、昔は客室であったのが、1970年頃に住み込み従業員の寮として使用されるようになったものであり、構造のみならず、用途までもが作品と同じである。また、本館と山荘を結ぶ地下通路で、 一番の人気スポットでもあるロマンのトンネルも作中で一世界と現実世界をつなぐ通路の役割を果たしているトンネルを想起させると注目されたそのうち関前館をはじめ観光情報サイトなどでもこの件を売りの一つにするようになった宮崎駿監督とスタジオジブリは日本各地の温泉施設をモデルにしたと認めながらも 具体的に挙げた名はごくわずかであり、その中に4万温泉は含まれていない。とはいえ、石前館によれば、映画制作前に、宮崎駿監督が宿泊しているとのことである。ことの真相はともかくとして、石前館の景色と雰囲気が、作中のイメージと重なるのは、ファンの認めるところであり、巡礼目的で訪れる観光客は、珍しくない。なお、 公式サイトや、観光情報サイト等には、実際に、モデルになったかどうかはわからないとした上で、同アニメに通じる趣があると歌っているものと、モデルになったと歌っているものがあるが、ほとんどすべてが何らかの形で歌ってはいる。四万田村四万田村戦国時代末期の A64 年、上杉謙信法、斉藤則博配下の武将、田村清正は、主君の居城であった。 岩槌城の落城に伴い、越後に落ち延びるようとする、斎藤一族への武田信玄坊の追手を阻止すべく四万、村山口に踏みとどまった。ことを成した後、そのまま山口に土着することになった清正は、この地の四万川にて、新たな源泉を発見し、湯宿を営み始めた。これが、温泉宿で栄える四万温泉の講師となった。現在ある、四万田村は、 初代、田村神五郎の湯宿を前身とする。CF1563。田村家は、爆藩体制が成立しつつあった時期に、沼田領主、佐田家を通じて講義より4万温泉の湯りに、任ぜられている。天保5年には、十代目、田村重左衛門が、旅館の母屋を、格式の高い紅派不要式に改築しており、これが現存する。明治時代初期には、 慶応義塾で学んでいた田村元馬が福沢諭吉から直接訓導を受けて交通の重要性に気づき乗り合いバスを運行する群馬自動車会社を設立渋川駅から4万温泉まで定期路線バスを走らせ始めた CF 諭吉訓導初代田村神五郎に始まる田村屋旅館は近代の最良館田村旅館を経て現代では 四万田村と荒湯地区にある姉妹館四万グランドホテルを経営している。四万グランドホテルは2014年1月9日からハローキティとのコラボレーション企画を展開しており女性客から好評を博している。ハローキティをテーマにしたメルヘンの湯は温泉との世界初のコラボ作品であり女性だけが利用できる。ハローキティをデザインした和モダンスタイルのカフェ。 カフェフローレスタもある。路線バスを利用した場合の4万温泉の玄関口にあたるバス停、4万温泉4万、グランドホテル前でも、コラボデザインのハローキッィの看板が迎えてくれる。なお、小玉清と4万温泉の縁については、4万、山口間を中心に開設しているが、同じ山口地区ということもあってか、 4万田村との信仰も深いものであったとのことである。4万に山口館江戸時代初期の遠方年間に山口屋として創業した老舗旅館。2005年のテレビドラマ、ファイトでは重要なロケ地になり、もともと4万温泉と縁のあった出演者、小玉清との信仰を一層深めることとなった。小玉清説にて小説。 小玉清大統は戦争後期の1944年、東京府東京市滝野川区の国民学校の学童であった清少年は、同級生たちと共に四万温泉に集団学童疎開していた。これが縁で、小玉清にとって四万温泉はくつろぎを求めて、頻繁に訪れる地となり、第二の故郷と感じるほどになったという。また、 関係自治体同士もその時の縁を元にして、1997年4月19日、東京都北区と中野城町が友好都市交流協定を締結している。小玉は2005年のテレビドラマ、ファイトでも東京から4万温泉への疎開歴があって、今は4万温泉にある温泉旅館の主人になっている男性を演じている。この時のロケ地になったことで特に、 4万山口館等の縁を深めることになった。出没、アドマチック天国史上初の生放送となった2006年12月16日放送会では、4万山口館や行きつけのカラオケスナックなどを訪れ、思い出を語っている。朝だ、生です旅サラダの2010年4月3日、放送会でも4万温泉を訪れている。 小玉は2011年5月16日に77歳で亡くなったが、それより少し前、最後の入院を前にして、がんで体調がすこぶる悪い中、別れを告げるように4万山口館に一人宿泊している。しかし、出された料理は痛みのせいで何も口にできなかったという。バス停、4万温泉4万グランドホテル前。 高速バス、4万温泉号 JR 東日本、あがつま線中野城駅を下車し、関越交通のバス路線、4万線を約40分で、バス停、4万温泉4万グランドホテル前に到着。4万温泉には、交通信号機、有料駐車場、歩道橋、ネオンサイン、コンビニエンスストア、ファーストフード店、ファミリーレストランがなく、都会の喧騒とは、 ほど遠い世界になっている。奥4万個は目の覚めるような鮮やかな青い水が印象的。下流の4万個も同じ。水の色は1日のうちに何回も変わる。ありがとうございます。